精神科の治療、精神科の治療、精神科の治療、サイキートリック・トリートマンツは、精神疾患に関する医療であり、風は1996年に、精神医療法、10の原則において、必要とするすべての人は、基本的精神保険ケアへにアクセスする権利を持つ、自己決定権、あらゆる介入は事前に、患者からの同意を求めるべきであるとの指針を示している。 さらにフーは患者への処置、治療や拘束、入院が長期間にわたる場合には、機械的に定期レビューが実施される制度が存在していなければならないとの方針をも示している。どのような疾患であっても患者教育は重要である。患者には疾患予防のためのリスクファクターを教育し、健康的なライフスタイルを推奨すべきである。精神回数と自殺率は 性の相関関係を示しており、より良い精神保健の事業を行っている国は、より高い自殺率を経験している。すべての精神疾患ケアの基本として、風ガイドラインでは、以下が挙げられている。身体的な健康を保つため、医療者は以下の情報を患者教育すべきである。ストレスを軽減し、社会的サポートを強化する方法を教育する。 以下の治療法が挙げられている。ハーフウェイハウス、治療共同体、社会復帰病棟など、SST などの心理社会的療法を行いながら、生活する施設が存在する。デイケアとして、通院治療も存在する。1935年、ポルトガルの神経医エガスモニスが、リスボンのサンタマルタ病院で、外科医のペドロ・アルメイダ・リマ、ペドロ・アルメイダ・リマと組んで、 初めて人において前頭葉切れ再術、前頭葉を脳のその他の部分から切り離す手術を行った。日本でも多く行われその医師が脚光を浴びるという状況まで生じたが、人権的に大問題であったことは今日では、異論の余地がなく、その再検証が求められている。一部の医師は、転換患者が統合失調症、旧精神分裂病になることは、 ほとんどないとの経験則を引き合いに出している。したがって、精神科の治療として、どれだけ正当性があるものなのか、今日でも議論が必要である。1933年にマンフレートザーケル、提唱したインスリンショック療法1938年開発の、ウーゴ・チェルレッキとシオビニによる、電気経連療法など。精神医療分野においての薬物療法は、 日本の浄土新集系寺員では漢方薬を用いていた。1930年代は治療にアンフェタミンが使われていたが、フランス海軍外科医生科学者のアンリ・ラボリ、アンディ・ラボリの薬理作用に関する初めての論文をもとに、1952年、フランスのパリ大学医学部、サンタンヌ病院、ホスピタル、サントアンの精神科医、 ジャンドレート・ピエール・ドニカーが1950年、フランスの製薬会社ローン・プーラン社、ローン・プーランク、ゲン・サノフィ、シノフィーが開発したフェノチア人形抗ヒスタミン剤、クロルプロマジンの統合失調症に対する治療効果をはじめ正しく評価し、精神病に対する精神科薬物療法の時代が幕を開けた。これを通称、科学的ロボトミーと言っている。 1957年、ベルギーの薬理学者、パウル・ヤンセンが、クロルプロマジンより優れたハロペリドールを開発。同年、スイスの精神科医、ローラント・クーンによって、イミプラミンが、精神不活作用を有することが見出され、うつ病の薬物療法への道が開かれた。1984年、否定形抗精神病薬のリスペリドインが開発され、ハロペリドールから転換する。 しかしこの天下にや財団法人全国精神、障害者家族会連合会、全家連が、団法人日本精神神経学会に働きかけ、1993年、平成5年精神分裂病から、統合失調症へ変更への動きなどの、環境変化が起きた頃から不適切な診断や処方が、出始めたとの意見がある。精神会のローレンモーシャーは1998年に、 精神医学は製薬会社に買収された状態であると告発している。今日統合失調症の治療において薬物治療が中心的であり重要であることには異論の余地はない。その結果長期の入院の必要性も著しく低下した。しかし2007年日本では中枢神経刺激薬メチルフェニデートの不適切処方が表面化。 この成分を含む薬剤に対して医師や薬局の登録性による流通規制が加わることになった。薬物療法によってクオリティオブライフを向上させるところか低下させる問題が出てきた。2011年には欧州精神薬理学会によって新しい治療法が危機に瀕しているとの見解が示され、 2014年に国際神経精神薬理学会が薬の多くは根本的治療にはほど遠く効果と副作用に問題あるため各国政府に対して革新的な創薬ができるように呼びかけた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。